えー、似たような質問がね、ちょっと3つ来てるので、一気に答えていこうと思いますあと、経済系の3つの質問に一気に答えるマシュマロ変身動画ということで、今重複して喋ったらなぜですか尺を増やすためです。はい、正直に語りました。で経済学に興味持ちました、うごさんはどの本を使って経済学を勉強しましたかこれね、はっきり本に言っちゃうと、政権倫理の参考書、これ。うん えーと、まずね、俺は倫理を選択してたかな。で、日本史とせん世界史を選択してて、で、両方じゃ重たいところで日本史捨てて、で、倫理をやって、で、整形に関しては、まあ、うん、その後やったのかなっていう。で、えー、経済とか全然興味なかったんだけど、中野武しとか三橋隆明の話聞きながら、ちょっとわかんないところを整形の教科書、うん、あのー、高校、大学、大学入試の高校用の、 で政治経済の参考書を、まあ、何冊かあったんで手元にそれを眺めながら見てたらあはいはいはい、はい、リカードってこういうことかワルラスってこういうことかアダム・スミスってなんでこんなことをやってたんだレス・フェールって要するに王権真珠説で王様とかがむちゃくちゃやるから、まあ、だからあの自由経済じゃないんだよねっていうでそこの部分でアダム・スミスが自由経済でレス・フェールで言い出してでまあそういうふうな感じになってって歴史的な流れがあるんだのでそういうことしてたらデフレット・クイーンが すごいい起こるから、えー、ケインズ革命が起こってみたいな感じでその後金融緩和っていう感じでねまあね、えー、と歴史の流れとともにねその政治経済の変化っていうのが分かってくるからまずはねこの政治経済の高校用の参考書をバカにしたもんじゃないんで読んでみた方がいいと思う。で MMT から入った人たちはねこれがない俺見てて。うん。まいいらないんだけど 成形はね、結構メカニズムがそこに書いてあったりするから、いや、そう言ったらこうなんで、ね、MMT の人からすればね、あんな間違った理論とか学んでどうするんだって言われるかもしれないんだけど、俺から言わせれば、じゃあ、それ言ったらさ、あの、円周率 ?3.14? あれいい加減な数字だし、面積の出し方で微分積分があるんだから、微分積分を使っちゃダメなのって話で、あれだってね、大体の数値を出してるだけだから、 そう言ったらね、えー、うん確実に正しい理論なんかありませんよっていう MMT だってあの貨幣論だっていつかは否定されるかもしれないそう考えると、えー、真実とその人間たちの歩み寄りっていう歩み寄りじゃないやあのアキレスと神状態のいつまでたっても追いつかない近づけば近づくほど、えー、近づあの完全に到達しえないということが分かってしまう。 じゃあ、そこでどうするんですかって、諦めるんですか諦めた上で対処法を練るのか、それとも近づくことを続けるのか、これは人によって性格が出るんだけど、俺は諦めた上で、ある程度の大体のところを出していくっていうことをやるタイプだから、まあ、だから俺はね、この整形倫理の本がいいと思う、他にもね、えー、ミクロ経済学、マクロ経済学、池上彰のでもいいと思うんだけどねっていう、あれ、いわゆる大学の教科書レベルのことが書いてあるから、 そこら辺ってね、あの人たちが何を考えてるか分かった上で、で、MMT の本を読んでみたら、MMT の本なんてね、あの、簡単すぎて読めたもんじゃねえやと思って投げ捨てたもん、俺正直。うん。捨てたっていうのは言い過ぎだけど、読まなかった。買っておいてる。うん。で、だから経済学の勉強においては、俺、整形のね、教科書がいいと思う。ついでにと、倫理なんかもね、これ、哲学の勉強ですごい使えるから、マジでいいと思いますよっていう。例えば俺、俺、えっと、ベーコンだとか、ショーペンハワーアとか最近言ってるけど、 あと、ユングとかこれ倫理で一応確認するからねっていう。ということで、えー、まあ、こういう高校のね、教材っていうのはバカにしたもんじゃないんで、ちょっと皆さん手を取ってみてくださいと。立ち読みできると思うんでね、あの、この参考書関係は。で、次に MMT ・ケインズ経済学という地動説が主流派経済学という天動説を覆すみたいな内容の漫画を。 えー、世論が MMT 優勢になった時に発表すればめちゃくちゃ儲かると思うんですが、上戸先生やってくれないかなうん。えー、これ上戸先生否定してるんでしょこういうの。<laughs> うん。あの人は真実っていうのは到達しえないんだから、そんな乱雑に扱っていいもんじゃないんじゃないっていうふうに言ってる人で、上戸先生は多分やってくれないどころか、ハイパーインフレーションとかいう漫画なかったっけあとドクターストーンとか。 あの辺がね、それっぽいことを書いてるんだよね。ただ、他にも段々ダに MMT とか書いてあったか。うん。だけど、俺、この経済論を説明する、あ、いいのあった。高橋惚紀の、じゃなかった、惚紀夫の恋文っていう小説がありまして、皆さん、世の中には。三橋高明先生が、あの、奥さんと一緒に書かれた、うん奥さんあれ奥さんえっ、ー、と、あ 2番目の奥さんだで今3番目の奥さんで2番目の奥さんの時に2番目の奥さんに DV しながら書かすとあれ違う違う違う DV しながらじゃなくて普通に書いてもらったっていう三橋先生がでこれがねちょうど MMT 的な積極財政的な流れになってうまくいったみたいな話をしててえー、三橋先生なんていうかうん物語を作る才能がありますね 自分で自慢してましたから私は物語を書くのと表を作るのが得意ですかとか言ってでその時の2番目の奥さんに DV あじゃあね dv じゃなくてえー、っと書,か書かせていただいたのかなうん DV じゃなくてえー、っと殴り合じゃなくてまあそんな感じで榊蓮っていう人だったかな結構綺麗な女の人でえー、っと勝利って人がいろいろ暴露しながら喋っててこれ以上喋ったらあの訴えるぞみたいなこと言われたかなんかで黙ったらしいんだけどで勝利はね、うん、まあ女癖 悪いから多分坂木レン狙ってたと思う三橋隆明の嫁で三橋隆明が手つけた女だから多分俺が手つけたら気持ちよくなるみたいな感じでまあそんな感じでねあったんだけどうん、うん、まあ榊恬、えー、三橋隆明 DV とかってやったら多分出てくると思うんでいろいろ皆さん、えー、DV じゃないんだねっていううん ということで皆さん調べてみてくださいと。えー、その小説、えー、見事に面白くなかったです、うん。読めたもんじゃありませんでしたと。 中野先生と藤井先生をモデルにしたキャラも出てるそうなので皆さんちょっとそこだけ読んでみてくださいと探すという意味でで最後の質問竹中平蔵先生高橋陽一先生成田祐介先生は同じ感覚型ですかとこの人たちの能力レーダーチャートと弱点みたいなことを教えてほしいですとこれ簡単でね全員思考が強い感覚型かな竹中平蔵ひょっとしたらいや思考が強いのかなあれはうん で、感覚型はね、簡単でね、洞窟のイドラではめればいいのよ。洞窟のイドラっていうのは要するに個人の体験によってのもので、個人の体験で、これは来ないよなっていう場面、また手法を使って攻めればいけるから、だから例えばね、この人たちって、高橋一って何か悪いことしたっけそもそも俺、思ったんだけど。 別にこの人自身そんなに悪影響なくねっていう。いうん。成田祐介もなんか偉そうにどうやってるだけでしょうん。この中で一番問題あるのは竹中平蔵で。で、竹中平蔵っつったらね、あのー、よく世の中の一般人の、えー、一般人が接することができるような空間に出てきて喋ってるでしょ高橋陽一と成田祐介もそうか。うん。ということは、あれが使えんのよ。簡単にあれが。うん。あの、バイデンとか、 プーチンとか、えー、岸田文雄とかには使えない、あれが、うん、えー、何か分かりますかね <laughs> っていう。うん、まあ、流ー二謙信がルローニになる前にやってたことをやればいいんですよっていう。マジでね、この人たち、これが多分、すぐ使えると思う。うん。ということでね、この人たち、だって、マ、ま、さは、マジでこの国でやってくるとは思わないでしょ、そんな手法。俺だったらね、やると思う。うん、性的になったら。 中川翔一がやられててで中川翔一は直感なんだけどまさかこんなくだらないことやってくるとはとは思わなかったわけあの人は、うん。要するにね目の前のお酒に薬入れてくるなんて思わなくてで自分が日本を救ってたからまさかあの程度の命令会見で国民が騒いでやめさせられるとは思ってなくて。 うん、まああれはねいわゆる種族のイドラってやつでまさか普通の人がこんなことするわけないだろうってやつででこの人たちはね普通に考えて俺たちの経験上こんなことはなかったよねっていうことをやってくればいいわけだからもう、まあ、だからあれすればいいんですよ。うん。えー、岡田伊蔵とかねえー、田中新兵衛とかねあの辺が普段からやってたことを。ということで、えー、俺は何も言ってないからねって。 <laughs> ということでマシュマロ変身動画、えー、3つほど返してみましたとちょっとね3ついっぺんにしてみましたじゃあ失礼します。